韓国女優チョユンヒが、娘と共に番組で日常を公開する。8日、所属事務所はチョユンヒが来る7月9日に初放送される JTBC バラエティ勇敢なソロ育児 &12316、私が育てるに出演する。娘と共に平凡で気さくな日常を視聴者にお見せする。ぜひ期待してほしいと伝えた。JTBC バラエティ勇敢なソロ育児 &12316、私が育てるは、様々な理由から一人で子供を育てる親たちがグループを結成し、育児ヒントと情報を共有しながら互いの日常を観察するリアリティ番組。チョユンヒは同番組を通して余すことなく育児ライフを公開し、視聴者の共感を得る予定だ。韓国の全国宅配労働組合、荷物の分類作業中断デモ中。写真右側が本来の様子、左側が現在の様子。新世界グループのチョン・ヨンジン副会長、SNS に亡くなったペットの写真を掲載してごめん、ありがとうとコメントし、騒動に。チョン副会長は先月にも SNS で料理の写真とともにごめん、ありがとうと掲載。ムン大統領が候補時代にセウォル号被害者の焼香所の吉名町にごめん、ありがとうと書いて騒動になったことがある。した。オヤムン派のネットユーザーはムン大統領を卑下しているのではないかと批判。YG アンサーヤンヒョンソク。報復脅迫が韓国で話題。2019年、練習生 A が麻薬関連の嫌疑で警察調査。彼女は警察で2016年、大麻と LSD を BI に売ったと陳述してアイコンに大打撃。すでに2017年にはビッグバンのトップとも悪縁。YG の天敵となった彼女を報復脅迫したヤンサが検察に起訴される。